私、寝てた？冗談言えるくらいなら大丈夫ね。一応報告しとくわ。金城から連絡来た。金城？全部チャラにするって。写真も全部処分したみたい。それでそのお姉ちゃんたちが金城を確保したって。何？消されちゃ困るからって理由みたい。マフィアなんて言われてた連中だし、ありえるのかもな。改心成功したのかな。まだ何とも言えないな。そっか。金城が言ってた精神暴走って。わからん。でもニュースで盛んに言ってる精神暴走事件とかのことだろうな。我が輩たち以外にパレスに入ったやつ、本当にそいつと関係あるのかもしれん。そうだね。今はとにかく金城が本当に改心したのか、その結果を待つしかないね。ありがとう。はよーす。なあ、いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。
ところでちょっといいか。あ、よし。どうした？行くぞ。少し熱中しすぎたようだ。お前がいてよかった。感謝する。まるでテオだな。俺が言ってるのはゴッホの弟のテオだ。ゴッホは生前評価されなかった悲劇の画家だが、唯一の理解者であり支援者だったのが弟のテオだ。俺みたいなのに付き合ってくれるやつは珍しいからな。ところで、その手のカードか。白紙のものを見るとは、いいか。バカな。よし、なんだと。会心の出来だ。どうだ、なかなかだろ。これならスランプも。俺の絵が本物のスキルカードに。あ、なあ、これからも相談に乗ってくれないか。スランプを克服できればさっきみたいに、いや、もっと怪盗団に貢献できるはずだ。そうだな、怪盗らしく取引と行こうじゃないか。ああ、任せてくれ。君の所持品からカードが複数発見された。同じ絵柄が模写されたもののようね。カードの使い道は見当つかないけど、画材に長けた者が君の近くにいた。そいつに何をさせてたの？我は汝、汝は我、汝、
ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我皇帝のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、死体は済んだし、今日はもう十分だ。続きは寮に戻ってから書くよ。完成したらまた連絡する。本に切る。その記事ってこの間新宿のバーで会った女記者が書いてるんじゃないか。やっぱりそうか。分析大谷一子ってなってるぞ。なるほど、記事ってのは使えるかもな。この記事をパリスの主が見て怪盗団への認知が変わったとしたら、おい、これを放っておく手はないぞ。怪盗団に都合のいい記事を書かせれば活動もしやすくなるんじゃないか。女記者に会ってもっと怪盗団の記事を書くよう交渉してみようぜ。こんにちは。あの、行きますよ。
無理ですね。任せた。おい、すごいな。いや、ちょっと相談があるの。いい？私はこれまで何の問題もない優等生としてやってきた。生徒会長としての職責も問題なくこなしてきたつもりよ。嫌味とかじゃないの。私がそう思い込んでいただけだから。でも鈴井さんや金城のこと、結局私一人じゃ何にもできなかった。従ってばかりの優等生じゃ、いざって時どうしようもないのね。回答団に入った以上、私もみんなの役に立ちたい。でも今まで勉強ばかりであまり視野が広くないのも事実。見識を広めなきゃと思うの。まず第一歩として生徒のことをもっと知ろうと思うの。でも私そういうの疎いというか、他のことちょっと感覚ずれてるらしくて。やっぱり確かにみんなが普段どういうところで遊んでるとかよくわからないし、そういうのもちゃんと把握しておきたいの。それに生徒の実態把握は生徒会長の務めでしょ。
監視とかそういうのじゃなくて、みんなのことをちゃんと理解したいの。それに怪盗団に入ったからって生徒会の役目もおろそかにできないわ。でさっきの話だけど、普段みんなが遊びに行くのってどういうところなの？そういえばみんなよくゲーセンって言うわよね。実は私行ったことなくて。よかったら連れて行ってくれない？こんなことで見識が深まるかわからないけど、でも今見たく勉強だけじゃダメだと思うの。よかった。一人で行っても私じゃよくわからないだろうし。じゃあ早速だけど行きましょう。ところで遊んでるんだ。意外と女の子も多いのね。ねえ、あれ、あの銃でモニターを狙うのね。なかなか本格的じゃない、もしよければ付き合ってくれない？やった！え？嘘！こんな感じね。あれ自体はゲームだけど、もしかしてテクニックは戦闘に応用できるかしら。普段行かないところに来たせいかな、こういう発想できたの。なんとなくだけど、みんなが普段どういう風に過ごしているのか少し分かってきたわ。こういう世界もあるのね。今までの私じゃ絶対来なかったと思う。そんなこと、できればまた手伝ってもらえない？こうやって勉強以外の知識が増えれば怪盗団でもいろんな提案ができるかも。今すぐ何かできるとかじゃないけど、きっと役に立てると思うの。君たちの怪盗行為、それを妨害するものだっていたはずよ。敵の分析に特化した者がいたからこそ切り抜けられてきた。そうよね。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、女教皇のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。あなたたちって金城の件で歓楽街に行ったのよね。私ね、今度は歓楽街に行ってみたいの。ああ、行ってみたいっていうか、実はそういうところでうちの生徒を見たって情報があって、まさかとは思うけど一度確認しておきたいの。もういい時間ね、そろそろ帰ろっか。ありがとね。
帰ったか。バカリュウジは放っとくとして、将棋の名人か。敵の隙をつく一瞬のひらめき、勝利のための巧みな戦術、怪盗団のリーダーとして身につけとくのもいいんじゃないか。神田の教会にいるんだってな。今度時間ある時に行ってみようぜ。よし。いらっしゃい。ご主人様、
まったく。おやすみ。なあ。おい。さてと。でも行きましょうか。
ええ、ありがとう。よし。それじゃ。帰ったか。なあ、